ここでは、超入門の第1章、第2章と順番に説明していきます。それで、えー、まず1、えー、番目は、えー、リサージールの伝達的使用法です。えー、それで、えー、以下は、まあ、リサージールをアジールアジールということにしましょう。えー、それでですね、例えばの、普通の表現ですね、 えー、それを左に書いて、それであの計算機に入力する表現をまあ右に書くようにしましょう。で例えばあの数式をどんな感じで入れるかというと、例えば2る3たす5の4乗みたいなものは、ここにかけるは星ですね。で、3たす5の山印で、 4乗というふうふに入れますで、結果を計算させたいときには、最後に必ずこのセミコロンを書くということが必要になります。それから、えっと、まあ、中、まあ中、中学生の頃から、こう、えっと、一番内側の括弧は普通の括弧って書いて、で、えー、次はこう、中学校。 で、こう、大きく書くなんていう書き方を習ってるかもしれませんが、えっ、ー、と、まあ、計算機の入力では、えっ、ー、と、こう、中学校というのは全く別の意味があるので、えっ、ー、と、全部普通の格好で書きます。えー、3分の2は2オーバー3で2スラッシュ3ですね。それで、えっ、ー、と、かける4、プラス、えー、1オーバー3ですね。 1>, 1 over 3ということで、こうで、やっぱり、こう、括弧を書いて、で、かける2と。だから、あの、同じような括弧が、こう、字人も重なるような形になります。もちろん、あの、後で説明するように、括弧の対応をちゃんと、あの、エディターが見てくれたりします。それから、えっと、多項式ですね。例えば、多項式は、こう x、x 引くの三乗っていうのは、例えば x、x 引くの 3乗とこんな風に入れればよろしいと。それから、例えば、ルート X みたいなものは、えー、X の2分の1乗と。こう入れてやります。例えば、ルート2というのを、えー、計算機の方に入力してやりたかったら、えー、2の2分の1乗と。 こんな風に入力してやればよろしい,いです。それから、えー、例えばコサイン x なんてのを入れたかったら、えー、コサインの、カッコ x と、こう入れる必要があります。それで、えーまあ、我々目で見て、あ、これコサインだから次の x が、えー このコサインの引数だなと思いますが、あの、ちなみに引数って後でこう説明しますが、こう関数の独立変数のものを引数と呼んだりします。えっと、計算機はそういうあの、どこまでが引数かっていうのをが曖昧だと困るんで、必ずこう引数はカッコで、え囲って、えした、指定したりします。で、あの、 このままあのアジールに例えば2の2分の1乗って入れると単に2の2分の1乗ってするだけなんでえ、似値を計算したいときにはを求めたいときにはですねえっと全体をそのデバルというので囲います例えば えっと、2の2分の1乗と。えっと、こんな風にやると、出力が、えぇ、人よ人よに、みたいな感じで、え近似値を出してくれます。で、デバルっていうのは何かというと、えっと、D がダブルというんですね。それで、エバルが、 エヴァリエイトという意味です。で、エヴァリエイトというのは普通の,あの英語でこう評価するとか計算するという意味があるわけですね。で、このダブルの方はあの計算機の専門用語で、まあ、あのダブル型の小数で近似という、また後で詳しくやりますが、あのそういう意味になっています。ですね。それから例えば、えー、コサインの近似値を 出力したかったら、えー、デバルの、例えばコスの、えぇ、ー、π÷4、えー、ですね。こういうふうに、あの、入れてやります。で、えっ、ー、と、ここでですね、アットマークの π は、えっ、ー、と、円周率の π のつもりです。 で、えっと、ここに入るのは必ず、えっ、ー、と、ラジアになってますので、えー、注意してください。で、ちなみに、これをあの、ちゃんと、あの、平方根で出してくれるというわけじゃ全然なくて、えっ、ー、と、必ず小数点の近似で出してきます。ですね。それからですね、 えっと、あとはですね、えっ、ー、と、例えば、プリントっていう関数があるんですが、えっ、ー、と、こう、一行だけだと、えっ、ー、と、これで値表示してくれますが、何行も続けて書くと、あの、これでは値表示してくれないので、えっ、ー、と、プリント関数というのを使ってください。それで、例えば、えー、プリント、えー、1たす2、こう、で、プリント、 プリントデバルの、えー、例えば二の二分の一乗で例えばプリントのデバルの三、えー、の 分の 1> 1乗と、こんなふうに書いてやると、これの結果を表示して、この値を表示して、この値を表示しますという、そういう動作をします。そしたら、実際、仮想マシンの上でやってみましょう。 えっと、そしたら、えっ、ー、と、仮想マシンの上で、えー、この計算をやってみましょう。で、まずターミナルを開きます。で、ターミナルを開いたら、えっ、ー、と、Emax のアンパサンドで Emax を起動します。で、後でやりますが、これ下かけてしまってるんで、こう上からこう、ちょっと小さくしてやらないと、下のここ、 ここの部分をミニバッファーって言うんですが、これ見えないと不便です。で、それで Visit New ファイルで、例えばテスト .rr。えっと、Azure のプログラムを入れるには必ず後ろに .rr を入れてください。で、こんな風にすると新しくファイルができるわけですね。で、例えば、あの、ま、さっきやったように、 えっと、2かけるえる括弧の1足す、え2分の1。ま、例えば、これを、これ全体、これ、プラス1、えかける5みたいなのをやらせてみましょうか。それで、えっと、ここで、ま、必ず保存してください。そうすると、ここに、あの、ミニバッファ。ここミニバッファーっていうんですが、ここに、あの、書きましたって出ます。 で、あの、アジールで、スタートアジールとしましょう。そうすると、こう、アジールが見えます。で、これもミニバッファ見えないと不便なんで、ちょっとこうやって小さくしますね。で、こっちにこう、見ましょう。で、ちょっと場所狭いんで、全体にしましょうか。ちょっと大きくしますね。えっ、ー、と、これだと両方。 で、ここであの、アジールで、えっ、ー、と、エクゼキュートカレントバッファーオンアジールという、えっ、ー、と、ショートカットは、えっ、ー、と、コントロール CL なんです。ここに書いてあるのがショートカットで、えっ、ー、と、コントロール C の次 L を押すと、えー、実行しますという。で、L というのはロードの例ですね。で、こうやってこうやると、えー、ここに出てきたのが、これ、結果というわけですね。 で、こう、エンドオブファイルディテクテッドデ d アリングパー a ングとかいうなんか余計なメッセージ出てきますから、それ出したくなかったら最後にエンドドルと書いておくといいです。で、保存して、で、もう一回実行しましょう。execute current buffer そうすると、あの、20だけ出てきたわけです。で、例えば、え、じゃあ、え、d e の2の、えー、 二分の一乗と。これを、まあ、あの、計算して、えー、表示させましょう。それでセーブして、それでエクゼキュートカレントパフォーってやると、えー、20.4141という、あの、こういうものがあの出てきます。で、これを、えっ、ー、と、プリント文で表示させてもよくて、えー で、プリント分でやるときには、後ろドルつけてください。えっ、ー、と、ドルつけるとあ、まあ、えー、余計なものを表示しません。で、ちょっと保存で、それでプリントで、えー、エクゼキュートカレントッファーをアジールとやると、まあ、あの、同じものですが、20と1.41。 というものを表示してくれますそれで、ここで、こう、ドルじゃなくて、セミコロンつけるとどうなるかちょっとやっとくと、こんな感じでですね、ゼキュートカレントバッファーをあじるとですね、で、こう、20が出て、0が出て、1.41421が出て、0が出るという、こういう出方をします。で、これどういうことかというと、プリント文でまずこの値計算して、それが、え、ー 表示されるとで、その後ここ、セミコロンついてて、あのプリント分っていうのが実は値を持っててですね、あのプリント分の値というのがゼロなんで、それがあの計算されます、あ表示されます。で、これも同じく中身のここが、えー、表示計算して表示されて、で、プリント分の値というのが、これ、いつも0になるんですが、その値というのが表示されて0になって で、これ、あの、値を表示させない、させたくないときには、ここを、あの、ドルにしておくと、えー、表示されません。はい、保存して、で、えー、エクゼキュートカレントバファンをアチルしましょう。そうすると、こうなるんですね。それで、えっ、ー、と、これは実は、あの、どういう仕組みかというと、ここに、こうなんかロードって出てますが、ファイルに書いてあるものを、えー、読み込んで実行するということをやっています。 それで、えっ、ー、と、実はここに直接書いても書くことできて、例えば1たす2、えー、セミコロンやってエンターやると、えー、3って表示するわけですね。それから、例えば、デバルの2の、えー、2分の1乗とやってこうやると、あの値を表示するわけです。えっ、ー、と、それからですね、例えば、 えー、カッコ1個、わざと忘れてみましょうか。こんな感じでね。で、こう保存してみます。で、これで、ク、えー、ゼキューとカレンとパパンを u r るとやると、一、えー、1行目で、えー、と、シンタクセーラーがありますというわけです。で、あの、ここ、ここを今見てもらうと、これ4行目にいるんですね。で、ここ、こう押すと、ここ1に変わりましたよね。これ1行目にあるというわけです。 で、こう、さっきも説明したように、カッコをたくさん使いますけれども、実はこれ画面よく見ておいてもらうと、えー、こうやると対応するカッコにこうしばらくいってますね。もう一回やってみましょうか。こんな感じで。それで、えっ、ー、と、次、こう、カッコを押すと、こう、正しくプリントの、あの、カッコのところに対応が取れてます。で、こんな風にして、えっ、ー、と、カッコの対応をチェックしたりすることもできます。 で、今、あの、1行目ですけど、これ、どんどん長くなると、あの、その行まで数えるの大変ですから、その時はどうするかというと、えっと、エスケープをして X って押すと、こう、えミニバファーがこんな形になります。それで、ここで GoToLine って入れて、Enter を押しますね。で、1ってやると1行目にジャンプしてくれます。ですね。 もう一回エスケープ X で GoToLine で、例えば4行目にジャンプしましょう。と、あの、こんな風に4行目に行ってくれます。で、あの、あとですね、え、なんかわかんなくなって元に強制的に戻したいときには、えっと、Ctrl-G っていうのを押すと、こんな感じになって、えっと、元に戻ります。で、これを、あの、覚えておくと便利な、え、機能です。 さて、えっ、ー、と、終了するには、アジールで、えっ、ー、と、ターミネート z ジールってやると、えー、こう、まだ、うん、こっちアジールいるよっていうわけですが、これイエスってやると終了します。で、EMAX 自体の終了は、ここでクイッとやれば終了できます。それで、まだ実は保存してないですね。保存してないので、イエスってやると、あの、保存終了されます。 で、作ったファイルは、こう ls で見ると、あの、ここで test.rr でも見えてるし、またはですね、ここでこう、ファイルマネージャーで、で、ファイルマネージャーのこの test.r っていうのが、こう、できてますね、というのがわかります。ですね。えと、ここにあるのが、こう、ファイルマネージャーです。 えー、そしたら、えー、今説明したことを、えー、口で言ったことを少し、えー、ここに追加で、えー、とまとめておきましょう。まず、えー、ドルで終わると、ドル。これは、あの、値を表示しないと。 こういう働きがあります。それから、えぇ、ー、カッコの対応ですね。は、まぁ、あえー、エディターがちゃんと見てくれます。それから、えー、ファイルに書き込んだものを 実は読み込んで、計算機の用語ではロードと言います。実行していると。 この辺、えっ、ー、と、今、デモで見せたもののポイントです。えー、まああの、超入門に詳しく書いてあるので、えー、そこも読んでみてください。